僕たちの体の中にはコルセットが入ってたんですね。ドローインをどん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 勉強することになってです。毎日アヘアホ体操。アヘアホ、ヘとホでお腹をへこませて、アヘアホ、OK です。アヘアホ体操の下野正弘です。今回は僕自身の腰痛経験と、そしてドローインとの出会いについてお話ししたいと思います。僕はですね、もともと陸上自衛隊の駅伝強化選手としてですね、1日50キロぐらい走ってたんですけど、負けないようにこういつも一生懸命やけど、まあ、そこで、まあ、追い込みすぎてしまって、こう腰痛を繰り返してたんですね。もう朝一歩も動けなくなったっていう状態がですね、2回ぐらい続いて、その2回とも入院したんですね。自衛隊病院で入院して、その2回目で入院した時に、まあ、部隊長が僕の病室に来てですね、まあ、肩叩かれてですね、下野は競技はやらせない、自衛隊でいうと現代復帰って言ってですね、持続走訓練隊っていう部隊にいたんですけど、そこから一般部隊に戻されるっていう部隊長から告げられて、まあ、それと同時に僕が辞めることを決意して、このスポーツトレーナーの道に入ったんですけど、その時にですね、やっぱり僕腹筋も一生懸命その競技やってたのでしてましたし、背筋もすごくやっていて、腹筋なんてこうボコボコって割れてるようなシックスパックだったんですけど、それでもですね、お医者さんは言うんですね、腹筋が足りないとか言われるんですけど、でも多分僕の腹筋は足りなくはないと思ってたんですよ。でこれが1日例えば1000回だった腹筋が1日2000回やったところでですね、それって腹筋と背筋を同じような量をトレーニングしたところでですね、これは変わらないなと思ってですね、それで自分で腰痛の原因を探ろうと思ってですね、いろんなところで勉強会に行ったりとかですね、学校に通ったりとか、あとは医療機関、整形外科で勤めたりとかしながらですね、追求していったんですね。でそこで出会ったのがドローインの理論だったんですね。ドローインっていうのは息を吐きながらお腹をふーっとへこませるようなトレーニングなんですけど、これでいいのって僕思ったんですね。まあ、キーワードとしてその筋肉名が腹横筋と呼ばれる筋肉、お腹の奥の筋肉、コルセット筋、コルセットのように包んでる腹筋、割れてる腹筋よりももっと奥にコルセットが入ってた、そのコルセットに今までは刺激をしてなかった、どん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 勉強することになってですね、15年以上前なのでドローインって言葉が浸透してなかったんですね。注目してる方って少なかったんですね。でもいろいろとですね、勉強会とかお医者さんに聞きに行ったりとかしながらやっていく中で、ある勉強会でですね、まあ、すごく東京から、まあ、優秀なこうドクターが来て、まあ、医療関係の、まあ、ドクターだったり、まあ、理学療法士さんたちが集まるような、勉強会があって、参加させてもらって、まあ、質問したんですね。で質問した時に、まあ、そのドローインっていうのを僕実はやってるんだと、本ではすごく効果があるって書いてるんだけど、実際のところ本当に僕のやってるドローイントレーニングっていうのは、効果があるか見てほしいって、後ろの方だったんですけど前の方に行ってですね、その講師の方の目の前で仰向けになって、こう膝立ててですね、でお腹をグッと出してですね、息吐きながらふーっとへこませるようなトレーニングをですね見せたんですね。会場ちょっと笑いが出てましたけど、それで、その方が言ってくれたのは、まあ、それがドローインです、でそれが腹横筋っていうお腹の中の筋肉もちゃんと働いてるので、それを、ずっと指導し続けてくださいってそのドクターに言われて、それでずっと、指導し続けて今に至るんですけど、まあ、その中で、まあ、僕そのドローインで効果は上げてきたんですけど、まあ、特に生徒さんに、下野さんの体操っていうのはすごく効果はあるんだけど、家に帰ったら忘れてしまうんだよねって言われたんですよ。運動ってインパクトが必要なんじゃないのとも言われたんですね。まあ、そこで発声をすることと、あとはドローインってお腹へこませることをこう組み合わせていこうっていうことでですね、アヘアホ体操が生まれたっていう流れがあるので、アヘアホ体操はドローインと発声を組み合わせたトレーニングになってます。2007年に僕が考案して、それからずっとやり続けています。それをベースにして、まあ、全身のプログラムにしているんですけど、ある時にですね、ある大学病院の先生に、まあ、今教授されてる方なんですけど、連絡が直接来てですね、まあ、僕のアヘアホ体操を少しレクチャーしてほしいってことで、大学病院に僕が呼ばれて、出向いたんですね。でその教授の先生に言われたのが、ドローインっていうのはもうグローバルスタンダードになってるんです、まあ、世界のもう常識のようになってすごく効果はあるっていうことも、エビデンスとかも踏まえて分かってる。ただ一つ問題があって、それは
患者さんたちが継続してくれない、それが一つの課題なんです。だからこのアヘアホ体操のアイデアがすごくいいと思うので、今日はレクチャーしてほしいってその教授の先生に言われてですね、それでレクチャーさせてもらったんですけど、なのですごくその時に僕はですね、その僕のやってるドローインのトレーニングっていうのは効果があるんだとか、やってきたことは間違いないんだっていうことをです、確信した瞬間でもあったんですね。だからこれからもドローインの指導はずっと続けたいと思っています。実際僕もですね、今このアヘアホ体操を続けて、ドローインをベースにしたアヘアホ体操を続けることによって、腰痛は一切ないんですね。なので今腰痛でお困りのあなたはぜひですね、アヘアホ体操をやったり、ドローインをトレーニングを取り入れたりとかしながらですね、少しずつこの、トレーニングを習慣にしてみてください。